皆さんこんにちは、オカリナ系な奏者の和田直子です。今日はお知らせの動画です。最近和田直子オカリナ曲集の1と2をアップさせていただきました。これはもう10年以上前に作った曲集なんですけれども、4冊はもう在庫があるんですけれども、一番新しいこの10週目、昨年出したもの9週目ギターの伴奏のオカリナ曲集、第8週目シャンソン、6週になりますクラシックをテーマにしたオカリナ曲集、今在庫はこの4種類しかないんです。でこの第6週ももうすぐ売り切れてしまいます。多分あと10冊ぐらいになっていますので、もし欲しい方はお早めに申し込んでください。今まで売り切れているこのあと6冊の分が、再販はないんですかとか、本当にたくさんの嬉しいお便りをいただいてるんですけど、もう今のところ再販する予定はないんです。でも皆さんに聞いていただきたいし、練習していただけたらいいなっていう思いがありまして、この度、YouTube でアップすることにいたしました。私の、演奏が入っているものをアップして、あとカラオケは1曲ずつアップしようと思っています。で楽譜のみ販売させていただこうと思います。なので私の音源を聞いて、そして練習するのはカラオケで、譜面を見ながら練習することができます。そういう風にとしたいと思って、今この第1週目の私の音源9曲とカラオケを1曲ずつアップしました。そして昨日の第2週目を、10曲アップしました。今から少しずつカラオケをアップしていきます。このように全部楽譜がありますので、これを申し込んでいただければ振り込みをしていただいて楽譜を送るという風にさせていただこうと思います。1、2、そして3、この3週目が一番早く売り切れたものなんですけど、本当にいい曲がいっぱい入ってます。私も大好きな曲がいっぱい入ってて、サリーガーデンとかアニーローリー、グリーンスリーブス、ビリーブ、ナダソーソー、時代とか入っている、あのすごい皆さんがお好きな曲がいっぱい入っています。そして4週目は世界の民謡が入っています。これもすごくいいです。アイルランドの民謡とか、イタリアの民謡、ロシアの民謡、アメージングレースも入っています。そして5週目は映画音楽特集、そして7週目は昭和平成のヒット曲が入っています。もうこれはもう今年になってもうソールドアウトしてしまったものです。 F 管で吹いてるものと C 管で吹いてるものが半々ぐらいとなります。カラオケの方に F 管仕様とか AC 管仕様とか書いておきますので、その間で練習されたらいいと思います。楽譜の購入方法につきましてはYouTube のカラオケの、説明欄の方に書かせていただきますので、お問い合わせください。ホームページからメールを私にいただくか、公式 LINE というのが、ホームページの一番下にありますので、 LINE 登録していただきますと、私のコンサート情報とかコンサートのチケットの予約とかできるようになっておりますので、ぜひ LINE 登録もしてください。こちらから情報を送らせていただきます。オカリナ曲集についてそういう風に考えておりますので、チャンネル登録をしていただけると、私がアップした時にお知らせがいきますので、ぜひ、チャンネル登録をしていただけたら励みになります。おかげさまで好評のラグーンです。ぜひ皆さんラグーンで吹いてみてください。ラグーンのご希望の方も公式 LINE にメールをいただけると私の方から送らせていただきます。それでは皆様のチャンネル登録、 LINE 登録お待ちしております。ありがとうございます。